ようございます。おはようございます。さよざこころです。あやかです。はい、今日はですね、あやかちゃん、ガーミンのトゥルースイングという機械を使って練習場で練習をしたいと思います。練習、まあよくします。練習毎日、毎日、うん、結構動画とか撮ったりして練習したり、動画撮ったりとか、あとたまにトラックマンに測ってもらったりとか。ああ、トラックマンね。まあそういうクラブの軌道とか、そういうフェース、まあ、入射角とかインサイドアウトに入ってますよとか、そういうのが見れちゃう機械です。これこんなちっちゃいのに、すごい。そう、これを使って今日は練習をしたいと思います。これを装着します。7番アイアンなんで、7番アイアンを押して、あ、これがあやかちゃんです。へえ、すごい。あやかちゃんが振るといろいろ出てくる。よし、おお、ナイス。そんな違和感ない？ないですね。お、全然感じない。出ました。で、出てきてこっちに回すと、あ、もう超綺麗、超オンプレン。全然違う、私と。私も赤と緑なんだ。こっちゃ、後ろからも見えるんだ。そうそう、こっちからも見れる。すごい、すごいよね。だから360度あやかちゃんをこう見ることが。これがあやかちゃんのバックスイング、うんうん、バックスイングからのダウン。わ、すごいね、この差がすごいね。へ、外に対してインのこの、すっごい、もうこんな、だいたいアマチュアの人は緑と赤に差がない。へ、そう、でもためができる上手い人は緑と赤にすごく差があって、すっごい、めっちゃ綺麗っていうね。こうやって練習場で、で見てデータが、ヘッドスピードが、うん、でインサイドアウト、うんうんうん、アウトサイドインじゃないね、インサイドアウトで 1.8 度だから、へー、 1.8 度でクラブパス、フェース角、オープン、うんうん、オープンに入ったドローだよね。ドローです。合ってますね。基本ドローヒッターなんで。すごいね。何この、欲しい、測りに行く必要もないし、全然ソフトにつけた違和感もない。完璧。お、いや、こうやって出るの分かりやすいですね。やっぱすごいね。もう常に同じだもん。あの、なんていうの、この正確性すごい。また後ろからも、すごいね。超クラブが溜まってる。すごい、さっきと比べて。お、すごい、すごい、超 0.0 ってもう、なんていうの、超まっすぐってことだよね。で、オープンだからドローだってやっぱドロー気味、うん、ドローを打ってますね。いや、すごいわ。動画だけだとスイングのプレーンとかわかんないけど、これだったら一発でわかりますね、うん、ちょっとドライバーも行ってみよう。ドライバーもできるんですか？できるんです。全部のクラブ、クラブを変えます。ちょっと見ます。すっごいよ、もうすっごいよ。そうなんですか？うん、この緑が超内側なの。もうすっごくない？だってこ、もう私の軌道見ならわかると思うんだけど、もうこれすっごいよ、もうこんなたまんのって感じ。すごいね、やっぱすっごいインサイドだね。そうですね。でも超オンプレーンです。超オンプレーン、すごい。今ね、あやかちゃんスマホの連動で撮ってたんですけど、実はトゥルースイング、この間紹介したガーミンとも連動できます。一回一回こうスマホで見に行くのも大変じゃないですか。なんで打ったらすぐこれで見るバージョンいきますね。まず右上押すとこの画面が出てくるんで、こうしてもらうとトゥルースイング出てきますね。これ押しますね。押します。で、私が今から打つと9番アイアンなんで、
吸盤や。ほ、ほら、いろいろ出てきた。バック、テンポ、ダウン、瞬間。はい、これも連動してる状態ですね。ちょっと朝一なんでね、まっすぐ飛ぶか心配ですが。お、出ました。キューバーアイアン、ダイナミックロフト。これ、お、今私クローズになってて、マイナス 0.8 で、こんな風にいろんなデータが、クラブパス、アウトイン、やばい、かぶって入ってきてる、めっちゃフェイスがオープンになってアウトイン。ちょっと逆ですね、彩香ちゃんインサイドアウトだったのに私アウトサイドインになってます。ちょっとこれ直さなきゃです。いろいろ見えちゃいます、シャフトの動きとか。お疲れ様でした。どうでした、使ってみて。いや、なんか意外となんかそのシャフトにつけた感じとかあんまり気にならなくて、すごい自分もこれからの練習で使いたいと思いました。おお、はい、いいコメントいただきました。いや本当にあの簡単につけれて、でクラブもどんどんチェンジできるし、であの見れない、普段見れない角度から、うん、まあ、後ろだったり、まあ、正面のフォローだったり、まあ、いろんな角度から360度見れるんで、結構練習場では使えるんじゃないかな。使えますね、思います。で、あの詳しい使い方とか、あとなんだろう、設置の仕方など、まあ、設定とかそういうのはあのガーミンの公式の YouTube で見れるので、ぜひその辺を参考にしてもらえたら嬉しいです。トゥルースイングの詳しい使い方は概要欄にあるので見てみてください。はい、以上になります。ではまた次の動画も楽しみにしててください。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。